こんにちは、武蔵野市助産師会です。次はお鼻とお耳のお掃除編です。綿棒はベビー綿棒でも大人用の綿棒でも大丈夫なんですが、大人用の綿棒の方が面が広いので使いやすいと思います。今回は大人用の綿棒を使ってお掃除をしていきます。まずお耳です。お耳は動かれてしまうとお耳の中に綿棒が突き刺さってしまうことがありますので、手でほっぺとおでこのらへんを固定します。で、お耳の縁からお耳の中に向かってお掃除していきますが、中の方は水分表面取るぐらいで大丈夫ですので、優しく拭いてあげます。反対いきます。反対側も動かないように後頭部から押さえていきましょう。軽く水分と汚れを取るようにしていきましょう。はい、次にお鼻です。お鼻はお鼻も動かれてしまうと奥に刺さってしまうことがありますので、おでこを固定します。はい、でちょっと泣かれてしまってもしっかり固定しましょう。お鼻はお鼻の穴の中に綿棒を入れて1回転半ぐるりと回すと奥の汚れが取れやすいです。奥をほじってしまうと中に逆に汚れが入っていってしまうことがありますので、1回転半でぐるっと回して引き抜きます。以上、お鼻とお耳の掃除編でした。